一番奥、車のないところ。ここまでの所要時間は3時間23分です。運転お疲れ様でした。快晴でんな。よいしょ。何してんの？さあ、食べていくよ。よいしょ。まっすぐ。もう一個下。ビップの C、 それを左。この間 G 行ったからこっち。こらやめて。誰もおらへんやん結局。ああもうすぐ降りるから。ここです。どこへ止める？ああ。はいはい。全部引っ張り出したなお前ら。よし。ノースイングのリップツーリングドームで行きます。前のが 6m20 やから、それよりもリップツールブの方も楽や。 4m40 やから。はい、こっちも綺麗に立ちました。さあ、この間にタープを置いていきます。ふい、だいぶできてきましたよーっと。大体設計が完了してきました。お昼ご飯、このテントかっこいいよ。使い勝手云々は置いといて、あとベンチレーションあるしね。よいしょ。電気コードはあそこから引っ張ってます。でこれ合体させてるから大丈夫なんだ。よいしょ。ほらのりーって感じやな。西日があそこに、そこに川が流れてるけども、アップで撮ってみるとどうだろう。こんな感じ。川が流れてるんです。はい、それはこれ細い方から吹いたら緩いで。そういうこと言わないのもう。今吹いてみたら、今吹いてみたら。そらそうやわな。流速の問題や。そらそう。了解。ちょっとここ抜いて。ご飯洗わんとダメでしょ。よいしょ。本当はな、ちゃんとしたジャグを持ってきたいねんけど、かさばるから。あれめっちゃでかいやんか。何一人でも問題せんのあんた。こら。よいしょ。よいしょ。ああ、硬いなあ。うわー、なんかいっぱい折ってきた。よいしょ。ああ、もうやめて。くれくれ。美味しそう。えらへんかな。ちょっと無理っぽい。無理っぽい。大丈夫。給水終わったからやるよ。よいしょ。やめて、もう座って。あんたの席じゃないですよ、大体。あとで肉焼いてあげるな。お肉焼いてあげる。この給水が終わりました。終わり。よし、次。ああ、米が白くなってる。よし。200cc お水くる。俺の1ぐらいの感じやでも。座って。あら。ほい。いやいや、いいよいいよ。よし。よいしょ。一枚なんか来て。あ、寒なった？見えへんか。これぐらい。あ、見えんのかな、これ。わからんな。何度 ?11 度、湿度 81%。17時54分、晴れ。読まんと見えへんかもね。よし。あ、そうか。電気つけりゃええんや。これでいいや。これ電気つけてなかったね。そうや。これで見えるじゃん。よし。ゆっくり食べきったい。その鍋えらいことなってんな。沸騰しまくってんで。強火もええところや。すごい熱い。焼き芋ターン。眠そうやなお前。うん？おちゃんもう寝とる。うわ、びっくりした。急に起きんといて。いっぱい食べたでしょあんたたちは。よいしょ。ペグライトいい感じでは光ってんねんけどな。どんな感じ。よいしょ。こんな感じ。ブルー。青綺麗よね。よし、とりあえず片付けたので幕の中で、一人晩餐やね。よし。でこれリプツールドームも前室がちゃんとあるので広いね。よいしょ。うん、こんな感じ。エヴァにどうか置くところで万能ストーブを万能やろこのストーブ。いつもよく使うけど、これでお湯が沸く。なのでクランパウダーを飲む。よいしょ。じゃあわよ。よいしょ。おっと。おいしそう。あったかそう。こんなのがおいしいんだよね。あったまる。うわ、こぼれそう。画面見てたらあかんな。しょああ、うまい。うん、ああ、嘘、マジで。なんでやねん。よいしょ。よいしょ。じゃあ、よし、これで。おはようございます。ただいま8時ちょうど、もうすぐやけど12度。うまくないね、外もうちょっと寒いかな。まあまあ熟睡できましたけど、なんなんこのポツポツっていう音は。なんでパツポツ音してんの、お願いや、もうやめて。あ、8時になったピーピー。ああ、もうなんなんこのポツ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 する音は。また雨かよ。台風来るしたな。ああ、お、入ってきた。来るな、ここまで。ちょっと先風呂行ってこうかな。はい、おはようございます。それでは朝ごはんを作っていこうと思います。朝は簡単に雑炊。かやくご飯じゃなくて、本当は鶏五目が欲しかったんだが、4つも売ってるところってそんなないからね現在ちょっと無理なので、かやくご飯と、よいしょ、かやくご飯と、よいしょ、鶏五目、ね、これを使って、よいしょ。どんだけあがへんの。美味しそうくないこれ。で、焼き鳥、塩と、あった。柚子胡椒、柚子胡椒。もう寒いからあったかいのが一番いい。よいしょ。で、ここに見えてるよな。おいよ。1個全部か。1個全部やな。よし。カレーやったら美味しくない、塩じゃないから。うわ、嘘、こんなことあるえい。よいしょ。もうメスティンは万能だね。何でも使えるぞ、これは。これでこうして、よいしょ、お水を入れます。水をジャーッとジャーッと、もうちょっとこれぐらいかな。よいしょ。鍋キューブ、鶏だし、うま塩。これを一つ入れる。ビスちょっと抜いて、あっち行って。鍋キューブ。これをして。よいしょ。はい、ちょっと抜いて。Los meteこれで沸騰するまでで、もう拭いてきた。匂いがしてきました。よいしょ。いい、とりあえず切ってよいしょ。よいよいしょ。わー、うわ、匂いしてきた。Wow. De, ちょっと潰して。いい感じ。もうちょっとかな。もうちょっと出ていこう。出てきた。シャラ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 。ネジ止めないよ。そのままやで。引っ掛けるだけやもん。うん。これネジじゃないの？ネジじゃないよ。ただギザギザしてるだけ。なんでネジ切ったのか知らんけど。でも下から。でも普通にパイプが突き出てるだけっていうのもあるからな。コールマンはなんでそうなってんのかは知らんけど。でも下から折られて飛ばんようにネジ込んで止めるやつあるのか。上からネジがあるのかもわからへんし。あれやね、ブルーシートのプロメット使ったらこれを6本ぐらい持ったら広いスペースは作れるやん。そうやなそうやで、うん、だからスクエアタープっていうやつがあるから、ヘキサタープ、六角形じゃなくて、うん、スクエアやったら4本立てるやつもある。ノルディスクとかやったら売ってんのやろうけど、片一歩垂らしといたら、うん。よし。オープン。はい。はい。はい。立って。刻みねぎ。うん。で。いただきます。熱いよ。美味しいかな。美味しいはずなんだ。間違いないでしょ。めっちゃうまい。あったまる。雨が降ってきた。いいよね。だいぶ変わる。美味しい。うん、うん、あ。何でも買っても出るから。もうほら。うん。絶対美味しいから。なんすか。なんすか。食べるもんない。食べるもんない。ふわって味が変わるとね、うんうん、一気に柚子胡椒の味になった、香りがいい。ごちそうさまでした。美味しかった。感じで吹き上がってきました。よし、できた。鍋完成。まあ、もうそろそろいいかな。うわ、すごい。湯気がいい感じ。食べましょう。あ、うん。あ、ふたけてる。ちょっと酔ったけど今溶かした。よし、ご飯に加えるやつ。さあ、そしたら締めで中華麺投入。よいしょ。消えてるやん。ニラ投入からのごま油。ニラ。これ多分美味しいはず。よいしょ。絶対うまいよね。できました。美味しいねんけどな。出汁は絶妙やけど。うん。出汁は絶妙です。麺がくたくたすぎた。炊きすぎやな。ワンズさんのご飯。鶏。もうストーブでいく。ガスがドロップアウトしてどうにもならんね。ああ、すごい雨。もう何時間？ 8 時、9時ぐらいから降ってるから、もう12時間、13時間ぐらい雨かな。うわ、すんごい曇る。こんなに湿気が高いのね。いや、見えへん。いやー、それでも曇るな。なーによ。どうした？なーによ。なーによ。出かけたらダメ。入ってこないよ。室内はな、もうストーブ焚いてるから、まあそんなもんかな。お前だけなんですか、ビチャビチャやね。おはようございます。よいしょ。おい。1時2分、雨です。撤収作業をします。では結局雨の撤収です。はあ、まだ残ってる。大変やこれ。あとあれだけ、もうぐっちゃぐちゃ。うら、雨がすごい降ってる。ああ、お犬様は、はい、そこで避難だよ、あんたたちは。ね、待っててよ。よいしょ。さて、もうちょい片付けるか。さあ、撤収完了。はい、帰ります。335円のところや。お前古っめちゃめちゃやでもう。